まあまあまあ、まあ、オッケー、ナイストップ。いやいや、ナイストップ。ナイストップ。マジでナイストップ。十分、十分。本当に。リーチして上がる、リーチして上がる、リーチして上がる。ね、岡田さんのパターン入ってたね。確かに。入ってた。来るのか？お、そうだ。来るのか？来るのか？イエス。はい、ダメ。はい、ナイス。一言も言ってなかったけどな、うん、ちゃんと覚えてるな、うん、体が反応しました、ね、うん、勝手に、はい、あ、資産、通信状況のせいでオカピのピース見れなかったのでモノマネお願いします。坪川さん俺さっきやっといたから渋川さんって言う前に言ってたね寸分たがわぬ再現度寸分たがわぬ今日のお仕事だからねナイスダブルピースも炸裂して、私も見せられて、いや素晴らしい本当に、よかった、ナイス、ナイス、ナイス、めちゃくちゃ冷静だし、うん、いやピンカピンカ、ガンガン攻めて、うん、脳天にしたのは冷静でしたね、ね、うん、脳天の方がトップ率圧倒的に高いの、うん、うん、素晴らしい、今年も言いました、何も言ってなかったけどちゃんと覚えてたね、ダブルピース、まあみんなに結構。そう言われます、ね、言われるからね、言われる、そうセミファイナル名物みたいなもの、うん、そうそうですそうセミファイナルからカメラ入るしね、そうなんです、昨日久人さんもこれやってたし、やってたやってた、うん、はい、じゃ じゃあ大国さん、オカピのダブルピース嬉しい、堀さんのダブルピース待ってます、堀さん待たれてるよ、待たれてるよ、さすがにトップ取ったらやりましょう、あれ、ね、今日はしない、今日じゃない、まだ早い、まだ早い、さすがに馬狩りで余裕だからもうちょっと大事な時にじゃあオールスで漫画積もトップだったやってた、大逆転、逆転トップなら行くか、あ、まあまあでもそうならないけどじゃあ逆転トップ、安心の利益に、ライチ条件か、これは絶対ライチ、ではでかいで、いやー、普通に114の3着でこんな盛り上がることないですからね盛り上がった、やっぱセミファイナル以降のこれ直対があるんですよね3着なり方が良かったですよね、もうだってもうずっと死んでたからずっと死んでた、またお腹痛くなってきちゃって、もうほっとしたらもう今日の唯一の上がりですよ、唯一の上がりです、一回ぐらい喜んでね、喜んでもいいですよね、いやこれは嬉しい、ナイスタイム、ナイスタイム、ナイスタイム、堀さん勝ち上げ3回、ナイスタイム、嬉しすぎて最後ダブルピースしようかな1番先手の3勝あんだけ締めって点取ったのに22ポイントの後半に来るでしょう、いや、マジでダブルピースもんでした本当に今までで一番ダブルピースマイナー 28.6 で、いや本当にマジきつかったもん